えビブラートのかけ方についてお話ししますえ。ここでは、そもそもビブラートかけられないよという人に向けてお話ししていこうと思うんですが、ビブラートというのはですね、理想は自然にかける。自然にかかってしまうぐらいというのが、もちろん理想なんですけれども、まずかけられないという人は無理やりかけます。無理やりかける練習をします。で、どういった練習がいいかと言いますと、自分の好きな